スルーする。毎日ラーメンをすする男、すするです。埼玉屈指の二郎系ラーメンを提供するあのお店の新店はこちら、ラーメン高野目大宮店さん。現在は埼玉草加市の本店川口の支店に加え、東京の蒲田にもお店があり、満を持して大宮にもオープン。食べるたびに進化する二郎系の一杯を楽しみにレッツゴー。まずは野菜からパクパク食らっていく。もやしとキャベツにトッピングしたネギ、そしてほんのり味のついた油とホクホクちょいくた野菜のマリアージュがナイス。程よいアクセントを添えてくれるネギに感謝しながら、日が暮れる前に食らっていく。お次に大判の豚をガブリと食らってみれば、脂身の乗り具合が程よく、分厚いのに柔らかく、とろりととろける一品。この豚を食べるために眠れない夜もあっただろう。さあ、いよいよ麺と交代ね。いざすすってみると、程よい硬さの和しムチ食感で、乳化から乳化よりのバランスよくも、パンチしっかりな激うまスープとも相性抜群。ズバズバとすすっていきながら、かわいいうずらがオアシスとなり癒してくる。後半は生卵を活用して、醤油感があるスープにバッチリハマることを確認して、紅生姜が徐々に酸味と爽やかさをプラスしてくれる変化も楽しみながら、大満足で完食です。麺量がデフォルトで 300g となかなかの量でも、最後まで夢中で食べられる最高の一杯でした。高野目大宮店さん、ごそろい。